日にちをさよなら原発5号集会というふうに名付けました。これはさよなら原発に向かって5号していく、進んでいくという、そういうふうな思いです。これを政府に叩きつけて、1000万署名と一緒に叩きつけて、日本を原発世界から脱却させる、脱却する、そういうふうな思いです。皆さん、これは可能です。残念なことに、福島の原発は事故を起こしました。そしてこの放射能は子どもたちの口へ入ろうとしています。もうすでに入っていますね。外からの被曝だけではなくて、呼吸だとか食べ物とかという内部被曝が非常に深刻なわけです。で、そういうことを私たちは防ぎきれなかった。そのことは食いてももう食い足りないぐらい の、 私のたちの負い目です。これは子どもたちに対する負い目です。それでこの国の方針というものは変わらないんじゃないかとお思いになる方もあるかもしれない。街頭録音ではそういう声ばっかり拾ってますね、テレビ見てるとね。だけど1000万人の人たちが 反原発、脱原発の署名をし、1000万人の人たちがもう我々は原発は嫌だとやめるという声をはっきり上げたら、政治は変わらざるを得ません。そのことに私たちは自信を持ちましょう。一人一人が力を持っている時です。どうぞ一緒に力を合わせて進んでいきましょう。失礼しました。あと間もなくで原発ゼロの日を迎えることができます。子どもへのプレゼントをすることができます。素晴らしいと思います。止まったんじゃない、止めたんだということを確認しましょう。そしてもう一つ私は確かめたいです。どんなことに、どんな絶望的なことが起きても、私たちは子供を守る、未来を守る、未来を作っていく、そうした大人たちがこの日、この時に集まっているということです。これも何よりの子供たちに姿勢を生きる姿勢を見せるプレゼントではないでしょうか。さまざまな違いがあります。時にそうした違いに腹を立て、怒りを持ち、情けなくもなり、がっかりもします。しかしそうした時に、一体そうした事態を誰が喜ぶんだと頭に据えて、今日のこのつながりをほどくことなく、ひるむことなく、原発いらない日に向かってまた続けていきましょう。よろしくお願いいたします。No more 原発。 No more 福島。ごめんなさい、もうそろそろ出発ということですので、僕らみんなで作って、昨日ちょっと7時間ぐらいかけてたくさん作って、
今日5月5日全原発停止なんで、今日から新しい未来に変えていきたいなっていう思いでちょっと作りました。みんなの気持ちです。これはたくさんのみんなからメッセージもらって、それを思いにしました。なるほど、はい、やっぱりこういうふうに楽しんでるやってるように見えるんですけど、やっぱり心はやっぱり福島の人の気持ちだとか、そういう人の気持ちをしっかり噛みしめながら、そういう気持ちを忘れずにしっかりと未来に向かって歩いていきたいなと。そういう気持ちを忘れずに、これからも新しい社会に市民で変えていくっていう気持ちで頑張りたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。どちらからいらっしゃるんですか？今日は、川崎の方から。川崎です。実家に帰る途中です。ご家族で、ね、そうですね、はい、3人です。電気がなくてもいいぐらいの気持ちでいますけど、僕は生活を変えるっていうことに迫られてると思うんで、うん、その原子力云々っていう問題だけじゃなくて、電気がなくてもこの子たちがうまいことを育っていけるような世の中っていうのをしていきたいなっていうふうに思いますけど、うん、原子力だけじゃなくて、なんかお嬢さんたちと一緒にいらしてるみたいなんですけど、今日はまあどういう、なんていうか、こちらの方にいらしたんですか？ちょっとネットでちょっと見て、でどんなあれかなと思って知ってみたんですけど、うん、普段はデモとか集会？全然なくて、ちょっと興味があって、ちょっとね、どんな感じかなと思って来てみただけの。実家、親父の田舎が福島なんですよ。会津なんですけど、やっぱり影響がやっぱりあって、子供連れていけなくなっちゃって、向こうもやっぱり暗黙の了解で、今年は子供来てないけどって聞かないんですよね。やっぱそうだよねみたいな。ですごい、なんていうのかな、ね、せっかくうちも田舎があってよかったなって。蒲田に住んでるんで、これ子供とか山とか知らないんで、そこも山の中なん で水道も使ってないんですよ。で脇沢の水を引いてるんで、逆に心配でね、そういうとこが、そういう民家がいっぱい向こうに農家残ってるんで、森林なんかにたくさん積もってるから、これからまだまだ出るじゃないですか。でやっぱりね、連れて行きたいけどちょっとも厳しいし、そう、畑でトマト食べたりして喜んでたんだけど、そういうのも全然できなくなっちゃうし、いつからできるのかも全く分かんないし、どれぐらいあるかも、そういう細かいところなんて調べるの大変じゃないですか。自分たちではできないし、ね、だから本当、ね、田舎を返してほしいっていうのがありますよね、本当に、うん。200万人の健康調査をしますって言われて、9月に配られた時、3月の行動を書きなさいという健康調査が配られてきましたけれども、ほとんどの方がどこで何をしていたかなんか覚えてないというような状況でした。でも私、去年の5月5日忘れることができません。喜多方で山下さんの講演を聞いてました。はい、なんと山下さんは子どもの日に最後にこう言ったんです。福島の子どもたちは幸せですねと言ったんです。許せないですね。あなたたちにはこれから占領権が配られます。自分で測って計算して、数学に科学に
原子力に強くなれる世界一の教育が受けられますと言ったんです。もう私は絶対許せないと思いました。その言葉にその時に誓いました。来年の5月5日本当にプレゼントしたい。子供たちが本当に幸せになるのは原発を止めることにはいないと思ってました。ちょうど今もう 4.5 万キロワットまで。4.5 万キロワットよくわかんない数字ですよね本当に。でも普段が91なので、今 5% ぐらいのところ。なるほど、間もなくですね。じゃあもうあと多分20分ぐらい。20分ぐらいで今日どういう気持ちでなんか迎えられたというか、なんかどういうふうにお感じになってらっしゃるんでしょう。なんかもちろんね、その数が減って全て止まったということは喜ばしいことですけど、でもこれは何やろ、福島を受けて、福島の事故を受けてみんなで決めてもう止めようぜって話ではないですよね。でもこの国がやっていこうとしてた、この何でしょうね、前期停止の前に一つ再稼働させようっていう動きは完全に市民の力でこう封じ込めたっていうところは絶対僕たちの勝利だと思うんですね。この市民一人一人の力が合わさっての勝利だと思うんですよ。でやっぱりこの力っていうか、この何やろな、勢いというか、これをもっと広げていかないことにはやっぱりね、この国のなんか未来はないなとは思うんですよね。でももちろんこれ全てが止まったということはここからがスタートだから、すぐお祝いしてもいい日だと思うんですよ ね、 ね、じゃないとね、これ長い戦いになりそうだとか全く先は読めないじゃないですか。だからこういう節目節目にみんなでよかったねとこう手を取り合ってまた話をできる機会っていうのはなかなかないから、だから本当に意味のある日だと思います。よいしょ！よいしょ！よいしょ！